ピギーです。そしてベイビーです。あーおーい動画を撮ろうと思って、ね、今日は朝から準備してお着替えもして、で母乳をあげてたんですけど、ゲップをねさせてた時にゲポって吐いちゃって、私もね、はい、ベイビーちゃんもお着替えをしました。なかなか簡単にいかないね。ね、いけそう？頑張れる？初の動画をね、2人で撮りたいと思います。頑張るぞー、えいえいおー。もうちょっと眠たいけど笑ってるの。今日はですね、なんと日本のお兄ちゃんファミリーから荷物が届きました。イエーイ。なんだろうね。ね、楽しみ。そしたら開けていきたいと思います。 Are you ready? Excited? イエーイ。いや、おしゃれ。何これ、すごい。ボタンでつけれるようになってる。めっちゃかわいいよ。いやー、ちょっと寝ちゃいそうだからかけるね。あ、すごい、もう一個入ってる。こっちはホワイト。すごい、しかも名前入ってる。イエーイ、死ぬに嬉しいね。かわいい、嬉しい。すごい、この名前入り。そしてなんだこれ、めっちゃおしゃれ。いや、なにこれ、かわいい。お洋服、エプロン。めっちゃかわいいよこれ。ちょっとフィットしてみる？アウトフィットしてみる？ちょっとまだ大きいかな。いいやん、これ着て一緒にお料理作ろう。かわいい。いいね、嬉しいね。で、これめっちゃかわいい。めっちゃかわいい。小人さん、ニット。見えるかしら。ちょっと大きいけど。ハロー、アホーイ。あー、スマイル、嬉しいね。嬉しい。封筒も入ってました。なんだろうね、お手紙かな。いやー、夏、日本の夏って感じ、朝顔。手紙内容まだ見てないのに涙が、うれしいね。読ませてもらおう。嬉しいね。あ、コングラチュレーションのユーニューベイビー、イエーイ、ありがとうって。いい夏にしよう、いい人生にしよう、出産おめでとうって、誕生おめでとう、疲れ様、早く会いたいです、私も会いたいね、会いたいね、ありがとう。すごい、立てて飾れる立体、朝顔カード、飾ろうね、これ、早く飾ろうね。これは甥っ子のしんちゃん。しんちゃんも手紙書いてくれてるよ。いやー上手に書いてる。すごい上手に書いてる。しの兄ちゃん、かわいいね。早く会いたいな。スロバキアに会いに行くねって。すごい、蝶々も描いてくれて、カブトムシも描いてるよ。うれしいね。ママは涙が止まりません。うれしいね、幸せだね。サプライズのプレゼントも
すごく嬉しいんですけど、お手紙が内容は読んでないのにも読む前からグッと来てしまった。最近めっきり涙腺が緩くなってしまったのと、あとね、お腹の中にこの子がいてた時と生まれてからってなんか全く感情をなんか捉え方とか感じ方とかがすごく変わって、どれだけ眠たくても疲れてようがお腹空いてようがもう自分のことはさておき、もう全てを彼女になんかもう全身全霊で愛を注ぎたくなる。あ、もうこれが母になるってこういうことなんだなっていうのがね、すごい感じますね。もしもーし、やっほー、ありがとう。あ、届いた、届いたっていうか手紙に私号泣やったんやけど、今開けたとこで思い出してまた泣けてきた。ありがとうーってまだめっちゃ見たいなしかもしんちゃんこうめっちゃ嬉しい。朝顔の速攻立てるね。立てるやつ、立体的になるねんな。あとこのお手紙すごい。これしんちゃん自分で書いたん？自分で書いたんしね。このカブトムシ好きね。カブトムシ上手。蝶々もいっぱい飛んでるし、上手にお手紙ありがとう。嬉しいな、ジドニーな。ゆうちゃん、かなちゃん、しんりくん、ありがとう。